よし、行ってみようか。どう、まあ皆さんお疲れ様ですと。もう一回。まあ皆さんお疲れ様ですと。今日はまあね、ヤンキー仕様的なね格好で失礼しますけど、今日は何が言いたいかって言うたら、こちらもね、まあ、ガリガリ君のメロンソーダ味、これね紹介したいと思いますね。ということで早速ね、これ開けていきたいと思います。ああ、こういう感じでね、まあ猛暑が続いてますからね、こういったねシャーベット状のアイスはね、こう貴重と言いますか、重宝しますよね。ということでね、早速食べていきたいと思いますね。うん、うまいですね。まあ何がいいかって言うたら、まあなんていうのかな、まず口当たりがいいですよ。まあよくあるガリガリ君のソーダ味とかって結構口当たりがあんまり好きではないというか、バンバンなってますけど、なんていうのかな、噛んだ時にね、僕の中でガリガリ君のイメージっていうのは割とね、こう固めというか、そうすぐにすんなりとね噛めないイメージがあるんですけど、このメロンソーダ味はね、メロンソーダ味も忠実に再現されてますし、さらにこうね噛み心地がすごいいいというか、うん、すんなりとね噛むことができて、まあ、非常にね味も美味しいですし、これね、まあ、正直10点満点で評価するとしたら100点ですね。だからなんだと、まあそういうね、まあ皆さんもぜひね、こちらガリガリ君のメロンソーダ味っていうんですか、気が向いたらね、夏なので熱中症に気をつけて食べてみてください。それでは。